唐津はこれで3節連続優勝となりました、はい、やはり相性はいいですか？もう大好きです、はい。現状の船足について改めて教えていただけますか？まあ、乗ってる感じ普通かなって感じなんですけど、まあ、エンジンがいいんでそれ以上だと思います。明日の優勝戦に進むにあたって、つけていきたいところってどこかありますか？回転のズレがあると思うんで、そこ修正するだけです、はい。今節ですが風の強弱ありますけれども、スタートの感はいかがでしょうか？ちょっとはっきり言って分かってないですね、はい。優勝戦ですね、どんなレースイメージされていますか？まあ、ちょっと深くなるような感じなんで、しっかり、スタートを決めれるよう頑張りたいと思います。期待しております。さあ、それではですね、応援してくださるファンの皆様に意気込みお願いいたします。はいはい、西山くんがいなくて幸いでした。優勝できるよう頑張ります。唐津は2節連続優勝、そして3節連続優出となりました。今のお気持ちいかがでしょうか？率直に嬉しいです、はい。改めてですね、現状の船足について教えていただけますか？そうですね、まあ、そんなに伸びは良くないと思うんですけど、もらった時よりはだいぶ上向いて行き足が良くなって、ターン周りはもう確実に良くなっているんで、まあ、そういう仕上がりですか、はい。操縦性に関してはいかがでしょうか？まあ、ちょっと3周1マークバタつきましたけど、あれは自分の乗り方なだけで、乗り心地もいいし、出足はしっかりしていると思います、レース足と、はい。今節ですが風に強弱があって非常に難しいと思いますが、スタート感に関してはいかがでしょうか？まあ、大事なところだったし、まあ、行かなきゃいけないところではあったんですけど、まあ、自分の勘通りは行けているので、まあ、ちょっと落としましたけど、はい、今のよりはもう行けないんで、はい、明日は集中していくだけです、はい。優勝戦ですね、6号艇となりますが、コースを含めどんなレースイメージされていますか？まあ、動きたいんでね、はい。まあ、ダッシュはないです、はい。それではですね、最後にファンの皆様に意気込みをお願いいたします。はい、大好きな唐津をもっともっと大好きになって帰りたいって言ったんで、もっともっと好きになって帰りたいと思います。お願いします。